の運動会。しー、聞いててよ。みんな目で追ってよ。あんたそのペリか。そうだな。行くよ。ここに書いてあるから。明日の運動会嫌だな。僕かけっこ苦手だもん。白い運動靴が靴箱の中でため息をついています。どこに白い靴があるか分かりますか？この中でね、僕は明日運動会嫌だなって言ってるの。きっとグズグズにしているんだな。そしてそうしたらね、他の靴さんたちが何て言ったかというとね、何言ってるの、頑張らなくちゃ、こう言ってるわけだ。頑張りなさいよって言ってんだね。みんなそう言ってるね。僕らも応援するよ。赤いハイヒールと黒い革靴が励まします。赤いハイヒールどれだか分かりますか？黒い革靴はどれだか分かりますか？この二人がね、靴さんをね、頑張りなさいよって、ね、励ましてるんだ。そして次のページを見ますよ。そうするとこんなページが出てきます。あれね、カサさんもいるね。ね、じゃあ読みますよ。いいですか？ねえ、今から公園で練習しない？一番小さな黄色い靴が言うと、賛成、賛成、そうだ、そうだって言ったんだね。ゾウリとゲタが元気よく答えました。ゾウリとゲタ、黄色い靴さんいるか？あ、いるね、ここに。ゾウリって知ってる？うん、紫の。ゾウリどこ？まあこれか。そうだな。下駄はどれだ？でかい。これか。よし行くぞ。縞模様の傘が傘立てを飛び出しました。この傘さんもね、一緒に飛び出したんだそうです。じゃあ次のページ見るよ。自分にか。そうするとこういうページになって、みんなが公園行きたいになります。いいですか？公園に着きました。今からここを33周走るんだ。33周は大変だね。先生も時々家の周り走りますけども、5、6周出たんだね。靴たちは汗びっしょりになって走ります。みんなね、一生懸命走ってるんだって。でも一番は誰か分かるか？白い靴さん一番走ってるじゃないの。2番は誰か分かりますか？赤い靴さんだね。これはちょっと厳しいですね。黄色い靴さん頑張ってるね。下駄さん遅いね。あ、一番後をついてるのは誰だか知ってるか？もう一人後ついてる人いるんだ。母さんがね、一番後ついてるんだな。じゃあその次行きますよ。あ、今まだ練習か、これはね。では今から競争だ。僕ダメだよ、どうせビリに決まってるもん。白い運動靴は泣き出しそう。そんなのやってみなくちゃわからないだろう。運動靴は傘の言葉に少しだけ勇気が出ました。よーい、ドーンってね、線が書いてあってね、これからみんな一緒に走ります。よーい、ドーンって言ってね、さあどうなるでしょうか。次のページを見てください。今度はこういう絵が出てきます。野原を、筒井さんよろしいですか？このページ、そうそう、そのページ。おばさん、このページになってる？傘の合図でみんな一斉に走ります。一緒に走ったんだね。白い運動靴は目を半分閉じて夢中です。さあ、いよいよゴールです。まあ、一番は誰でしょう？白い靴さん。二番は誰でしょう？黄色い靴さん2番ですね。そして川口さんが3番で、おお、下駄さん頑張ってますね。今度はやっぱり草履さんが一番最後ですね。傘さんはね、後ろ、一番後ろでね、ニコニコ笑ってるね。じゃあ次のページいきますよ。やったね、おめでとう。白い運動靴がゴールのテープを切りました。まあ、なるほど、ゴールのテープ切ったんだ。え、僕が一等賞？白い運動靴は嬉しくてたまりません。わあ、嬉しいな。知らん間に笠さん一番前に来てるのか。ちょっとこれを矛盾してますね。いつもにか笠さんが一番、あ、一周してきたもんでか。おいでか、明日も頑張れ、みんなで応援に行くからな。
みんなで追いに行くよって言ったんだね。で白い子さん嬉しそうだね。そしていよいよ最後のページはこのページです。玄関に家族のみんなが集まっています。これがお父さんでお母さんでおじいちゃんでおばあちゃんで、あれまあこのねお家には妹さんがいたんだ。でねえ、サトシ君は今白い靴を履くところです。そこに書いてあるよ。次の日はサトシの園の運動会。サトシはかけっこが苦手です。でも白い運動靴を履くとなんだかとても頑張れそうな気がしました。サトシ君ね、白い靴を履いたらね頑張れそうな気がしたんだって。何が？ああ、傘あげてたんだよね。じゃあその最初のページに戻ってください。この最初ってことはこの運動靴の運動会ってことです。このページだよ。お、ヤムさんもう少し前、そこじゃない？もう一枚、もう一枚、もう一ページ前、もう一つ前、あ、そうそう、ここだよ。じゃあ最初はね、っていうかもう時間ないから声を出して読んでいいからさ、みんなそれぞれ声を出して読んでみてごらん。運動靴の運動会、みんな自分の読める速さで読めばいいから。いい？ただし大きな声で読んでくれないと先生聞こえないからな、みんな読んでるから。じゃあ読んでみてよ。読んでよ。声出してるの、声出して。紙はね、二つに折って、カバンにしまってください。そこ置いておけばいいよ。これ山で取ってください。